はいどうも皆さん、うぷ主のイーちゃんです。今回は乙女ゲーム、カンナ好きの使いというのをやっていこうと思います。いろいろ突っ込みたいんですがよろしいですか？ダメです。いや言います。女の子しか興味がないあなたが、どうして乙女ゲームなんかを、というのと、普通あなたがやるならギャルゲーでしょう。ふむ、まあ普通はそう思うよね。もしかしてついに、BDL なものに目覚めましたか？いやいや、目覚めたわけじゃないよ。なんだ。そんな露骨に嫌がらないでくれよ。まあ乙女ゲーをやる理由はね、あまたの女性を虜にしたこの乙女ゲームがたくさんある中、現在なおで虜にし続けてる。僕が。プレイしたらもっと高みを目指せるのではないかと、研究だよ研究。やっぱりくだらない理由でしたね。くだらないって言うな。これでも必死なんだよ。モテたいんだよ。もはや同情も通り越しますね。もしかしたら大モテして、ゆかりんに寂しい思いをさせちゃうよ。そん時は全力で祝ってあげますよ。あふん。またまた素直じゃないんだから。わあ、すいませんすいません、調子乗りすぎました。お願いだからその武器を収めてー。いいちゃんさんは好きですよ。ストレス発散用具になるんで。ぼぼぼ、僕にその行為は受け入れきれません。うん。次変なこと言ったらすぐあの世に行ってもらいますからね。はい。さてさてさて、茶番はこの辺にして、そろそろ始めましょうかね。まあ私もたまにプレイするので、男性がやる乙女ゲームも新鮮ですよね。ちなみに説明部分はこっちで音声を入れていくよ。大将、浪士からの依頼。男浪士である有馬明人が、一代で作り上げた、この国で最も大きな遊郭、ことうりわかなで。ことうりわかなでとか言いづらいな、早口言葉にできそう。滑舌悪いですもんね。うるせえ。身寄りのない女が雇われ国中の男たちを夢中にさせる。だがこの遊郭では破ることの許されないとある取り決めがあった。接吻かな。かもしれませんね。体を重ねることなく言葉を交わすだけの接待のみをすること。ここでは女たちが体を売ることは決して許されない。わお。足しげく通い、いくら言い寄ったとしても決してその身を抱くことは叶わない。愚かな男性がいたもんですね。ほんとだよな。しかしいつかきっと女たちを抱くことができると信じて疑わない男たちは、この遊郭の虜となっていた。やべえな、現世のキャバクラだよ。接客中に呼び出され、ちぐさは秋人の施設に来ていた。ちぐさちゃんかわいい。あの、お呼びでしょうか。顔声パーフェクト、さあ僕と一緒に愛を育もうじゃないか。うるさいですよナンパ男。目の前に可愛い子がいるんだぞ。こうしちゃいられねえ、早速食事に誘う。誰だお前。ちぐさ、お前さんに頼みたいことがあるんだ。てめえなんかにちぐさちゃんを渡すものか、この下道め。黙れ下道。接客とは違うお仕事ですか？ああ。いざよといすず。それとあともう一人から、約束のものを取ってきてほしいのさ。ちぐさちゃん、そんなものより僕の心を取っといて。あ、もう取られてるか。ははは。私があなたの玉を取りましょう。わかりました。いや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 、ちぐさちゃん、僕を守ってよ。ねえ、うそん。よかったですね。晴れて女の子になれますよ。なりたいわけじゃない？お前はまだ会ったことがなかったね。一癖も二癖もある。迷惑な男さね。迷惑なんてけしからん。あなたも含みますけどね。そんなことはねえよ。その男がいる場所を書いておいたから、この地図の通りにお行き。やらしい場所だったら承知しねえぞ。ありがとうございます。明人は懐から畳まれた紙を取り出し、ちぐさにそれをよこした。懐で温めておきました的な。お前は豊臣秀吉か。もうここには慣れたかい？はい。いすずさんもいざよさんも、すごくよくしてくれているんですよ。いざよとかかっこいい名前だな。最初は不安でしたけど、今はすごく楽しいです。そりゃこんなイケメンが目の前にいたらな。それはよかった。あの子たちはかなり癖があるからね。ここには癖のある人しかいないんですかね。うまくやっていたならよかったさね。心配してくれていたんですか？そりゃこんな子がいたら万年心配するわ。心配くらいするさ。ここで働いている限りは、俺はお前さんの保護者じゃないか。なんだって、保護者と言ってちぐさちゃんを取る気だな。お父さん許さんぞ。そんな年には見えませんけど。確かに、明人さんはいくつなんですかね。まあ少なくとも30は超えてないよね、絶対。もうそれくらいの年だって話だ。マジかよ。おいくつなんですか？いくつだろうね。はい、出た、はぐらかすやつ。そんなん聞かれてそう答えたらリアルじゃ嫌われコースマッシュブラだよ。
ナエもそうやって教えてくれませんでしたよね。かたくなに教えたくないわけでもあるんですかね。そうだったかね。もう忘れてしまったよ。女の子と話した内容は全て記憶しましょう。秋は日が暮れるのも早い。そろそろお行き。冬になるともっと早い。はい、行ってきます。菓子を集め終わったらこの部屋に来な。ちなみに私は釣り羊羹が大好きです。秋人に言われるがまま部屋をで、ちぐさは鮮やかなみかん色に染まる空を見た。みかん色っていう表現嫌いじゃない。有馬様のこと、最初は怖い人かなって思ってたんだ。絶対裏がある人だと思ったよ僕は。それはあなただけです。自分自身がこの遊郭に奉公に来たばかりの頃を思い、小さく声を漏らす。ちぐさは病気がちな母親のため、国一番の遊郭での奉公を決めた。こういう子の母親は絶対綺麗な奥さん。他の職業とは一線を画するほどに、ここではかなりの給金がある。庶民がつける職の中では、国を守る警察と一位に争うほどであった。マジか。本来であれば下働きだとしてもかなり選別される遊郭でちぐさが雇われたのは特別な理由があった。絶対可愛いから、嫌そうに決まってる。アホくさ。第二章、この国一番の遊郭、こと織若菜で。それは1ヶ月前に遡る。ちぐさは亡き祖父の知人を頼り、この場所に足を運んだ。ここが、こと織若菜で。どんな服でも可愛いな、ちぐさちゃん。可愛ければ何でも可愛いもんですよ。ちぐさは国の端に位置する小さな田舎で生活していたため、この場所に着くまでかなり時間がかかってしまっていた。知人からもらった地図通りに来ては見たものの、これからどうすればいいのかわからない。いやん、可愛いわね。これまで生活してきた田舎とは真逆の、どこか神聖な雰囲気がある遊郭。神聖なキャバクラか。クフ。そのようなもんから、勝手に中に入ってしまうのは忍びない。まあそりゃ初めての場所だとね。すみません。どなたかいらっしゃいますか？はい。突っ込んでろ。ですよね。垢抜けない顔。この声は。短い髪。これは遊女志願の女じゃないね。背後から声がかかり、ちぐさはゆっくりと振り向いた。ゆっくりしていってね。ちぐさよりも頭一つ分以上差がある背丈に涼しげな風貌をした男が立っていた。肩にはゆるく羽織がかかっており、左手に持っていたキセルから白い煙が立ち上がっている。へえ、これってキセルって読むんだ。え、ここのお屋敷の方ですか？うん、最初はそう思うよね。人に名を聞くときは先に名乗るのが常識だろうよ、お嬢ちゃん。それには同意ですね。まあ確かにね。謝る姿も可愛い。ちぐさと申します。本日からこちらでお世話になります。男に促され、何が何だかわからないままちぐさは名を名乗った。よしよし、素直でいい子だね。俺は有馬明人、ここの老主さね。すげえ若い老主がいたもんだ。有馬様、明人で構わんさ。なんだい、その反応は。私のおじい様と縁のある方と聞いていたので。僕とちぐさちゃんとの縁はまだです。いいから黙って聞け。はい。もっとじじいを想像していたのかい？はい。ごめんなさい。謝る必要はないさ。先に部屋に案内しよう。ついておいで、ちぐさ。お前て名所対面の女性に下の名前で呼び捨てにするんじゃねえ。あなただってちぐさちゃんって呼んでるじゃないですか。あ、そうでした。あきひとくん仲良くしよう。あきひとに連れられるまま門をくぐり、ちぐさは屋敷の中へと足を踏み入れた。そのままベッドに行きました。乙女芸にそんな急展開ないですから。わかんねえぞ。遊郭の内部では独特の甘い芳香があたりを漂う。いやらしい香りの。うっさい。軽く自己紹介や芳香理由を伝えると、あきひとはちぐさにこの場所に受け入れた理由を話し始めた。お前さんのじいさまには昔世話になったんだ。指紋は、ごめんなさいごめんなさい、もう言わないです。お願いだからそのまま名前を納めて。亡き祖父の知人からこと織若菜で雇ってくれるという話を聞き、ちぐさはこの場所に訪れていた。やっぱり人同士の関わりって大事にした方がいいよね。しかし国一番の遊郭の持ち主が祖父とどのような関係なのかは全くわからない。やがてちぐさはその疑問を秋人にぶつけた。私のおじいさまとはどんな関係なんですか？実は師匠と弟子の関係。衝撃的な事実でもないか。それはいずれ時が来たら話すさ。その時は一生来ないのであった。嘘です。長くなってしまうからねとつけたし、秋人はキセルから立ち上る煙をくゆらせた。くゆらすって難しい言葉ですよね。お前さんは住み込み暴行で間違いないね。明日から
きっちり働いてもらうよ。何？ここに住んでるのか？僕と一緒に住む約束をしてたのに。はい、そんな約束聞いたことないです。下働きで問題ないかい？遊女になるのも一つの手ではあるけれど。いや、いくら決まりがあっても僕以外の男に取られるのは嫌だ。素直にキモいです。田舎娘にはとても。いやいや、ちぐさちゃん、田舎娘だからいいんじゃないか。むしろ田舎娘の清楚な女の子ください。むしろ来てください。そうかい。ま、無理強いはしないよ。無理強いしたらぶっ飛ばしてたぞ、お父さん。あなたの将来の娘さんは大変でしょうね。自然な動作で頭を撫でられ、ちぐさは目を丸くした。おいこらイケメン、こらおい。子供扱いされてる？有馬様っておいくつなんだろう。実は妖術を使って若く見せてるとか。アキヒトがソフトの知り合いであれば相当の年齢であるはずだ。このゲーム最大の謎になりそうですね。失礼であるとは理解しつつも知りたいという探求心は抑えられず、ちぐさは口を開いた。有馬様はおいくつなんですか？実は100超えてます。さあ、いくつだろうね。気になるかい？私、気になります。エルタ、そう、私のおじい様とお知り合いなら結構年上だったり。想像にお任せしようかね。お、いいのか。100歳ってことにするぞ。アキヒトは楽しそうに声を漏らし、ちぐさをあしらった。あの時もはぐらかされたんだよね。謎多き男性はイケメンに限る。でも悪い人じゃないのはなんとなくわかるな。私はああいうタイプ好きですよ。ゆかりん、僕年齢不詳なん。無駄ですからやめましょう。なんでや。下働きの際に何かわからないことがあればアキヒトが教えてくれていた。遊郭の運営をしながらアキヒトは人形師として人形を作り、それを売買するという復職をしている。浄瑠璃に使用するための人形であるため、かなり繊細な作業が要求されることは素人目にも見て取れた。浄瑠璃とは。普段厳しいところもあるが、遊女だけでなく下働きの者からも慕われている。狙ってる子もいそうですね。そんなアキヒトのことをちぐさは心から尊敬していた。アキヒトの期待を裏切るわけにはいかない。傾き出した日を見やり、ちぐさは急ぎ足を進めた。それを陰から嫉妬で見るもう一人の少女。いたら三角関係成立。小鳥は奏での下働き。いざよ。客室棟を抜け、下働きの者や非番の遊女のみの立ち入りしか許されていない特別棟へと向かう。ぜひその場所に私も通行の許可をお願いしたい。無理です。ですよね。確かこの場所から一番近い場所にいるのは、露天風呂の管理をしているイザヨだ。さあ来ました、イザヨくん。どんなイケメンなのかを手並み拝見。すれ違う者たちに軽く会釈をしながら、ちぐさは小走りで廊下を抜けた。広い棟内を走り、ようやく露天風呂の入り口にたどり着くことができた。息を整え、額に滲む汗を拭い、深呼吸をしつつ露天風呂へとつながる扉を開ける。イザヨさーん。あ、ちぐさ。病弱そうな声だな。顔色が悪い男性とミリケメンじゃねえか。目鼻立ちが整った銀色の髪の青年は、手に持っているおけを置き、ちぐさを振り返った。なんだよ、なんでこんなイケメンばっかなんだよ。あなたは乙女ゲームをなんだと思ってるんですか。顎が長いイケメンのゲーム。それは別ゲーです。初めて出会った頃と同じだ。その様子をちぐさは少し懐かしく感じていた。ちぐさが小鳥若菜で見た初日の夜、長旅の疲れを癒すためアキヒトに促され、ちぐさは特別棟の露天風呂を訪れていた。田舎の銭湯とは異なる屋敷の大きさに圧倒されながらも、ちぐさはなんとか足を進める。ちぐさちゃーん。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさいごめんなさい。ゆかりん、それはよろしくないよ。すいません、あまりにもちぐさちゃんが可愛すぎて調子に乗りす。白い湯気が立ち上り、月の光を受けて淡く色づいている。興奮するのはわかりますが、自重してください。はい、肝に銘じておきます。よろしい。絵画のような幻想的な景色に、ちぐさはほうとため息を吐いた。僕もねえ、絵画みたいな景色見てみたいよ。やがて露天風呂全体を見渡すと、何やらごそごそ動く影が見える。あなただったら覗き、普通にやりそうですよね。あれは覗きに行くまでの過程が面白いのだよ。サイですか。隅の方でかがんでいた青年が立ち上がり、ちぐさの方へと近づいてくる。真の変態はイザヨくんだったか。管理役だっつってんだろ、いてもおかしくないでしょ。そういうもんかね。ちぐさは、自分自身がいる場所は女湯ではなく男湯かもしれないという事実に焦りを覚えた。大丈夫だちぐさちゃん、男湯でも大歓迎しよう。新入りさん、どなたですか？混乱しきったちぐさの頭では正常な問いかけをすることはできない。ここが男湯であるのかということよりも、先にこの青年が誰であるのかという疑問が読ませろや。すまねえぜ、字幕さん。ちぐさです。
二言二言交わした後、ちぐさは男湯であるのかということを聞くと、イザヨと名乗る青年の話では、どうやらここは女湯で間違いないそうだ。イザヨは下働きとして、露天風呂の清掃や管理をしているらしい。お風呂、入る？いや、ちぐさちゃんもう入ってますせ旦那。お邪魔してませんか？うん。もう終わったから。どうぞ。じゃあイザヨくんは露天風呂から出ましょうね。ありがとうございます。普通だったら管理役であろうが女湯に男がいたら冷静でいられないような、うん、じゃあ俺は外にいるから。てめえこらちぐさちゃんの裸をまだ見たいのか。単に覗きとかの心配でしょう。外にいなくてもいいですよ。恥ずかしいですから。それでも割と落ち着いてるなちぐさちゃん。でも俺の仕事はお風呂の掃除と見張りだし、それにね、ここにはよく覗きが来るから俺がいた方が安心かなと思ったんだけど。ほらやっぱり。なんだ、変態じゃなかったのか。覗き？僕のことじゃないぞ。誰も疑ってませんから。ここ3日間だけで5回あったんだ。平均1日2回もか。そいつやべえな。5回も？うん。ちぐさが嫌なら俺は部屋に戻るけど、どうする？仕方ない、ここは私が見守る。突っ込んでろ。うっす。じゃあ見張りをよろしくお願いします。いいな、イザヨくん。いつか僕も管理役になろう。わかった。お風呂が終わったら声かけてね。一生かけねえよバーカ。何をそんなに必死になってんだか。露天風呂からイザヨが出ていき、ちぐさは体に巻いた布を取り去った。ちょ、そこの描写はないんす。安心して入ってくださいね。桶に溜まった温かい湯で体を流し髪を洗う。やがて湯に体を沈めれば、ちぐさの疲れた体はゆっくりと癒されていった。やっぱり普通の風呂よ。何やつじゃ。ん？見ない顔だな、新入りか。あ、割と好きな声。マジですか。ああ、なんだガキか。まだ小さいな。胸がかと、近くで何か草をかき分けるような音が響く。僕ではないですよ、ちぐさちゃん。傍らにあった布を取り、ちぐさは胸元を隠した。しばらくあたりを気にしていたが、すでに人影のようなものは見当たらない。不審に思いはしたが、ちぐさは広い露天風呂を満喫することに決めた。さすがだな、ちぐさちゃん。結局その後は何も起こらず、ちぐさは無事風呂を終えることができた。イザヨと初めて出会った時も、彼はこうして露天風呂の清掃をしていたことを思い出した。すみません。お掃除中でしたか？うん。大丈夫。どうしたの？ちぐさは休憩？僕とデートしてまダント。いえ、有馬様からのお使いでここに来ました。お菓子を集めてこいって。ちなみに僕は雑貨取る手が好きです。ああ、うん、準備はできてるんだけど今手が離せなくて。仕方ない、ここは僕が手伝って。じゃあ私お手伝いします。あれおかしいな、あなたの出る幕はないということですよ。いいの、ありがとう。イザヨを手伝うべく、ちぐさは自分自身の着物の裾を託し上げた。第4章、ユーギ、イザヨを手助けせよ。ユーギ、下働きのイザヨから菓子を受け取るためにイザヨの作業が早く終わるように助太刀せよ。イザヨの話を聞き、必要な桶の杯数は全部で何杯分になるか答えよ。え、何これ、本当に乙女ゲーム？私もこういった乙女ゲームは見たことないですね。まあとりあえず計算すればいいんだね。途中まで入ってるから、あとは右から2杯、5杯、1杯かな。これは余裕だね。ですね。うん、正解。おっしゃー、まだまだ難しくなりますよ。この計算の神と言われた私に全てを任せるがいい。2杯、9杯、1杯だよ。これも余裕ですね。正解だよ、ちぐさ。余裕余裕、どんどん行ってみよう。次はここから計算数が多くなりますね。6杯、2杯、8杯、4杯、3杯だね。まあ任せなさいよ。当たり。ふふん、当然の結果だ。すごいね。これ何問くらいやるんですかね。さあ次は
1杯。うむ、いやちょっと計算がめんどくさいな。7杯、3杯、6杯、1+5+ 答えは31です。29杯だ。どうやったらそんな計算になるんですか。あれおかしいな。渋さには本当に少し難しい。ほら、次で挽回してください。よし、最終問題は絶対外さないぞ。1杯、4杯、2杯、5杯、7杯、3杯だ。いやまさかこのゲームでこういうシステムがあると思わなかったよ。まあ、もしかしたら私たちが知らないだけでこういうのも結構あるんじゃないですか。俺一人でやった方が判定は結構シビアですけどね。たかが一問だけじゃんか。あちらは仕事でやってるんですよ。なんだか思ってたより進まないな。ごめんよ、ちぐさちゃん。ちぐさ、力が及ばなかったよ。頼んでおいて悪いけど、あとは俺がやるから大丈夫だよ。うわぁ、なんかすげえ罪悪感。まあ、こればかりは仕方ないですね。いいから。そう、女の子を落ち込ませるなんて男失格だ。大丈夫、はい、次がありますから、そんな気を落とさないでください。らしくないですよ。手助けは必要ないと言った顔して、いざよはちぐさに背を向けた。アキヒトからの使いといえど、菓子を渡してくれと再度口に出すことはできなかった。ああもう、なんか後味がすげえ悪い終わり方してしまった。計算ミスなんてコンピューターじゃないんですから、誰でもしますよ。いやまあそうだけどさ、僕にとっちゃあそこに女の子の笑顔があるなら何でも成功させたいのさ。ほんと、あなたがたまに日本人なのか疑ってしまいそうですよ。生粋の日本人だよ。そう、だったら私にこれ以上突っ込ませないでください。あれ結構疲れるんですから。いや、なんて言うんでしょう、ゆかりんの突っ込みがあるから僕があると言いますか、ゆかりんの突っ込みの安心感と言いますか、そういうのがあるから僕があると言いますか。だからゆかりんには申し訳ないけど、それがあるから今すごい楽しいんだよ。おいゆかりん、何耳赤くしてんの。照れた、照れちゃった。ああごめんなさい、ごめんなさい、調子こきました。ああもうゆかりんは素直じゃないんだ。殺す。